皆さんこんにちは、ミレジェンド大林です。今回はサプリメントの選び方講座ということでね、どういう基準でサプリを選んだらいいのか、どういうサプリを選んだらいいのかということについて、サプリメーカーの社員が忖度なしで解説をしていきます。まあいろんなねサプリメントが出てますよね。サプリの種類だけでもプロテインがあったり BCAA があったり EAA があったりマルトデキストリンとかね、まあ、いろんなサプリがあるじゃないですか。同じプロテインの中でもいろんなブランドありますよね。 B レジェンドだけじゃなくてもいろんなブランドあるじゃないですか。もう検索すればいくらでも出てきますよね。じゃあそんなねいろんなサプリがある中でどういう種類のサプリプロテイン取ったらいいのか、 BCAA 取ったらいいのかとかね、じゃあその同じプロテインでもどこのメーカーのものを取ったらいいのかとかね、迷う方たくさんいらっしゃると思うので、弊社としてはですね、ぜひ B レジェンドのサプリメントを取ってくださいって言いたいところなんですけども、その気持ちはこの際置いておいてですね、じゃあどういう基準でサプリメントを選んだらいいのかということについて、しっかり正しい知識を皆様にお伝えしたいと思います。その上で B レジェンドを選んでいただけたら嬉しいなということでね、しっかり B レジェンドも検討しながらですね、聞いていただければと思います。サプリの選び方の解説に行く前にしっかりと覚えていただきたいのが、実はサプリメントの栄養面での優先順位はかなり低いですよということなんですね。これを飲んだらこういう効果がありますと、こうなりたい人はこういうサプリメントを取りましょうというふうに解説をしている方が結構多いんですけども、実はサプリメントって飲んだだけで効果があるものってまあないと思っといてください。飲んだだけで効果が出るのであれば、もうそれは薬になってます。あくまでも正しい運動と食事のバランス、炭水化物、タンパク質、脂質、この3大栄養素のバランスと、あとはハードでね、正しいトレーニングがあって初めて体が変わるものなんですね。そこに正しいサプリメントを加えてあげることで、その効率が 10% ぐらい上がるのかなというぐらいのもんだと思っておいてください。なので食事において重要なのは、しっかりと必要なカロリーが取れているかどうか、まあ、増量だったら消費する以上にカロリーが取れているかどうか、減量だったら消費するよりも摂取カロリーを抑えられているかどうか、でそしてその次に大事なのが、設定したカロリー内でしっかりとタンパク質が必要量取れているかどうか、その次に来るのは、じゃあ炭水化物と脂質の量はちゃんと決めた量取れているかな、その次に来るのがビタミン、ミネラルですよ。必須栄養素ですからね。ビタミン、ミネラルちゃんと取れてるかなと。その次に来るのが食事のタイミングです。いつ食事を取ったらいいのか。で、その次に来るのが水分です。ちゃんと水取れてるか。で、それでやっとサプリが来るわけですよ。こんだけもう大事なものをね、順番にこう置いていって、最後の最後に来るのがサプリメントなんですね。なので実はそれぐらいサプリメントの栄養面における優先順位は実は低いものなんだと。だから極端なことを言ってしまえば、ちゃんと食事だけで必要な栄養が取れているのであればサプリメントはいらないんですよ。プロテイン飲まなくても筋肉はついちゃうんですよ、残念ながら。サプリメーカーの社員としてはですね、プロテインを飲まないと筋肉はつきませんって言いたくなるんですけども、そうではないんですよ、残念ながら。ちゃんとお肉食べてれば、卵食べてれば、お魚食べてれば筋肉がつくんですよね。極端なことを言ってしまえば、そのサプリメントっていうのはいらないぐらい優先順位が低いものだっていうことはしっかりと頭に入れていただいた上で、サプリを選んでいただいた方が、実は必要ではないサプリに余分なお金を使ってしまうっていうことを防げるので、まずはサプリメントの優先順位って実はあんまり高くないんだっていうことを頭に入れた上でサプリを選んでいただきたいなと思います。ただ優先順位が低いとはいえですね、サプリメントってこの食事のバランスを整えてくれたりとか、食事の手間を減らしたりとかするのに非常に便利なものもたくさんあるんですね。体づくりにおいてはやっぱり決めた食事栄養のバランスを毎日続けていくっていうのがすごい大事なので、食事の手間を減らせるっていうのはすごいメリットになるんですよ。
やっぱり毎日ね食事の準備するのは大変で続かないってなったらボディメイクもうまくいかないですよね。でそこをサプリメントを加えてサプリの力を借りることで食事の手間が省けるということであればそれだけ理想的な食事を続けやすくなるので体作りも成功しやすい、より最短距離で理想の体に近づけるということで、優先順位は低いものの個人にとって必要なサプリっていうのはしっかりと取っておいた方がいいですよということで、じゃあその必要なサプリっていうのをどうやって見極めたらいいのかっていうことで、そのサプリを選んでいく基準について解説をしていきます。このサプリの優先順位っていうのはどういうものになってくるかっていうと、まず最優先に取るべきものは栄養バランスを整えてくれるものになります。先ほど言いましたけども、適切な食事のバランス、摂取カロリーですとか PFC バランス、タンパク質、脂質、炭水化物のバランスっていうのを保った食事ができてるっていうことが栄養面においては一番大事なことなんですよね。この栄養バランスを整えるために役に立ってくれるサプリメントっていうのはまずは揃えるべきものになってきます。代表的なのがプロテインですよね。タンパク質なかなか食事だけで必要な分取れる方っていらっしゃらなかったりします。普段はね食べれてるけど、ちょっと仕事の都合でなかなか食事が取れなくてタンパク質が取れなかったとかね、寝坊してしまって朝食が取れないとかね、そういう時にプロテインがあるとタンパク質を手軽に補給できるということで非常に便利です。その他にはマルチビタミン&ミネラル、まあビタミンミネラルもね必須栄養素でしっかり取る必要があるんですけど、食事だけで全ての種類のビタミンミネラルを必要な量を毎日賄うっていうのはすごい大変です。いろんな種類の野菜を大量に買い置きしておいて毎日調理しないといけなくなります。で野菜って日持ちしないものも結構あったりしますよね。持つにしても2、3日経つと水分が抜けてしなしなになってしまって味が落ちてしまったりとかね、なかなかこう買い置きがしにくいというところもあって、食事だけでビタミンミネラルを必要な量全て補うっていうのはタンパク質を必要な量を食事だけで摂ること以上に難しかったりします。なのでそういう時はマルチビタミン&ミネラルのサプリメントを使っていただくとすごい楽にねビタミンミネラル必要量取れますよね。ということでこうやってね必要な栄養素をしっかりと足りない分補ってくれるようなサプリメントっていうのは常備しておいていただくと食事をね継続しやすくなって、より最短距離で体を変えることができる。もちろんプロテインを飲んだだけとかマルチビタミン&ミネラルを飲んだだけでは筋肉はついてくれません、体は変わってくれませんけども、その体を変えるための食事っていうのを継続するためにすごい便利なものなので、三大栄養素のバランスを整えてくれるものっていうのは優先的に購入していただくのをおすすめします。そしてその次に来るのがエルゴジェニックエイドというカテゴリーのサプリメントになります。これどういうものかというと、栄養的な価値は低いんですけども、スポーツとか筋トレのパフォーマンスを上げてくれる可能性のあるもの、こういったサプリメントをまとめてですね、エルゴジェニックエイドと呼んだりします。せっかくトレーニングするからには最大限に効率を高めて最短距離でですね重量を上げたい、筋肉量も上げたいですよね。でそのための助けになるサプリメントっていうのも確かに存在するので、そういったものは使っていただいていいと思うんですけども、このエルゴジェニックエイドにおいて注意していただきたいのは、実はこのパフォーマンス向上において十分なエビデンスが揃ってるものっていうのは実は想像しているよりも少ないんですね。ひょっとしたらあんまり根拠の揃っていないサプリメントにお金を使ってしまっていて、お金を無駄にしてしまっているかもしれない、そういう可能性があるということを踏まえて、しっかりとこのエルゴジェニックエイドに相当するサプリメントっていうのは選んでいただいた方がいいと思います。ということで、このサプリメントの優先順位、どういうものを選んだらいいのかっていうことについて解説をさせていただきました。じゃあこの三大要素を整えてくれるもの、じゃあその次にエルゴジェニックエイド、この基準に当てはめてですね、具体的にどんなサプリメントがおすすめなのかっていうね、私のね意見を発表させていただきますけども、どんな方でも常備しておいていただきたい、もう一番大事なものはプロテインとマルチビタミンミネラルですね。やっぱりタンパク質とビタミンミネラルっていうのは普段の食事の中で取りきれないケースっていうのがたくさん出てきます。そういった時に手軽に栄養を補給できるように常備をしておくっていうのは非常に大事になってきま
ボディメイクの効率を高める助けになってくれるので、このプロテインとマルチビタミン、マルチミネラルっていうのはしっかりと常備しておいていただきたいなと思います。そしてその時点として食物繊維のサプリっていうのもしっかりと用意しておいた方がいい場合が多いかなと思います。まあ、食物繊維もね、しっかり野菜食べてて取れてるよっていう方は全然いいんですけども、一人暮らしとかだとなかなか野菜買えないんですよね。こう一人で食べるには多すぎて余ってしまうからなかなか買えないっていう方もいたりしてね。でそもそもそんなにこう頻繁にスーパーにも行きたくないんで、あんまりこう野菜取れないっていう方もいたりすると思うんですよ。まあ、野菜取らなくて調子が良ければまあそれでいいんですけども、お腹の調子が悪くなってしまう、便秘とかね、下痢とかね、そういう調子がね悪くなってしまうっていうケースも結構あったりするので、そういう時のために食物繊維が取れるサプリメントっていうのも常備をしておいた方がいいんじゃないかなと思います。必須ではないですけども、そういうお腹の調子が悪くなりやすい方っていうのは食物繊維系のサプリメントは常備しておいた方が、まあいざという時のためになるんじゃないかなと。栄養バランスを整える系のサプリメントはこの3種類ですね。そして次に来るのがエルゴジェニックエイド、パフォーマンスアップにつながるサプリメントですね。これも3種類ありまして、カフェインとクレアチンとカーボパウダー、この3種類になります。まずカフェインっていうのは、まあ聞いたことある方は多いと思います。コーヒーに入ってる成分ですよね。こう目を覚まさせてくれる、集中力を上げてくれるみたいなこう効果があったりするんですけど、これはトレーニングにおいても集中力を向上させたりとか、トレーニングの終盤においても疲労感を感じにくくさせてくれたりとか、筋力を一時的に上げてくれたりする効果があったりします。でこのカフェインは実は非常にですね安価で、それでいて根拠もしっかりしている数少ないサプリメントの一つになります。でこのカフェインですね、実はドーピングの違反物質だった歴史もあります。結構昔ですけどね。なのでこうオリンピックに出る選手はコーヒーも飲めない、そんな時代があったりしたわけなんですけども、違反物質に入るっていうことはそれだけ効果が立証されてるっていうことの裏返しでもあるんですよね。でこのカフェインなんですけども、今は違反物質から外れていて監視プログラムというプログラムに入っているので、ドーピングが気になる方でも全然取っていただいて今は大丈夫なんですけども、またですねこの監視プログラムから違反物質の方に入ってしまうっていう可能性もまだ残ってるわけなので、もしねドーピングを気にされるようなアスリートの方は毎年ですね、その違反物質っていうのは更新されていくので、毎年毎年ちゃんとその違反物質のリストっていうのはチェックしておいていただくのをおすすめします。まあ、ただそれだけですねパフォーマンスを上げてくれるっていうことに関してカフェインのエビデンスはしっかりしているので特におすすめになります。そして次のクレアチンですね、非必須アミノ酸といってで人間の体内で合成できるアミノ酸なので栄養的な価値はないんですよね。まあ自分の体で作れるんで別に取らなくてもいいわけなんですよ。だけども高強度のトレーニングをするときは不足しがちであるということと、トレーニング時にそのパフォーマンスを上げる瞬発力の向上とか、トレーニング時のこうスタミナを上げてくれるとか、筋力を向上させてくれるとか、そういったエビデンスがカフェイン継ぐレベルでしっかりしているんですよね。ということでクレアチンを取ってパフォーマンスを上げてくれる、その効果を体感できる可能性が非常に高い。でこのクレアチンもコストパフォーマンスいいんですよね。1回 5g を毎日取っていただくだけでいいので日持ちもしますし、コストパフォーマンスも非常にいいので、そういう意味でねこのクレアチンはトレーニングで筋肉を大きくしていきたいっていう方には特におすすめになります。そして最後3つ目のカーボパウダーなんですけども、糖質の種類は何でもいいです。マルトデキストリンでもいいですし、もっといいやつだとクラスターデキストリンとかありますけども、そういうものでもいいですし、ブドウ糖でもいいです。何でもいいんですけども、こういう糖質のパウダーをワークアウトドリンクにしてですねトレーニング中に取っていただくっていうのもパフォーマンスを上げるのに非常に効果的です。まあこれはねトレーニング中にエネルギーを補給することで疲労感を軽減したりとか、スタミナをアップしてくれたりとかいう効果が期待できるんですよね。でなんといってもこのカーボパウダーですね、アミノ酸系のサプリに比べてコストパフォーマンスがいいというので、特に私がおすすめしてます。例えば BCAA とか EAA でもカーボパウダーと同じような効果っていうのは期待できるんですよ。疲労感を軽減してくれたりとか、トレーニング中の集中力を持続させてくれたりとか、同じような効果が期待できるんですけども、 BCAA とか EAA みたいなアミノ酸系のサプリの方がやっぱり高いんですよね、糖質系のサプリよりも。
なので、まあ、どうせ同じような効果が得られるのであれば、まあ、コストパフォーマンスいい方がいいよねと。で、まあ、カーボパウダーの方が若干ですね、エビデンス的にもしっかりしているので、そういうことであれば、特別な理由がないのであれば、カーボパウダー取っていただいた方がいいんじゃないかなと個人的には思ってます。ということで、カーボパウダーをおすすめさせていただきました。ということでね、サプリメントの選ぶ基準について、どういう種類のサプリメントを選んだらいいのかという基準ですね、解説させていただきました。じゃあここから先は、同じプロテインの中でどんなブランドから選んだらいいのかとかね、マルチビタミン、いろんな会社が出している中でどんなブランドから選んだらいいのかっていうところについて解説をさせていただきます。